ビビアン・リーは、イギリスの女優。1939年の映画、風と共に去りぬのスカーレット・オーハラ役と1951年の映画、欲望という名の電車のブランチ・デューボワ役で、アカデミー主演女優賞を受賞した。欲望という名の電車は、1949年に、ロンドンのウェストエンドで上演された舞台版に引き続いてリーがブランチ・デュボワを演じた作品でもある。また、1963年のブロードウェイシアターで上演されたミュージカル、トバリッチでトニー賞のミュージカル主演女優賞を受賞している。2度の結婚歴と離婚歴がある。元夫の一人にローレンス・オリビエがいる。リーは演劇学校を最初の結婚によって辞めた後の1934年から35年に4本の映画に出演し、その後舞台、美徳の仮面で映画プロデューサーのアレクサンダー・コルダに認められ、1937年の映画、無敵艦隊に出演した。この作品でリーの美貌が評判となったが、リー自身は容姿ばかりが注目されることが、必ずしも女優としての成功につながるとは限らないことを危惧していた。映画女優として有名となったとはいえ、リーは活動の主軸を舞台に置いており、30年にわたる舞台女優としての活動で幅広い役柄を演じた。ノエル・カワードやジョージ・バーナード・ショーらの戯曲をはじめ、演目もコメディから古典劇、例えばウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ハムレットにおけるオフィーリア、アントニーとクレオパトラのクレオパトラ、ロミオとジュリエットのジュリエット、マクベスのマクベス夫人や、ジャン・アヌイが、ソフォクレスのアンティゴネを翻案した、アンチゴヌなどを演じた経験がある。リーは、当時の一般大衆からは、イギリスの名優ローレンス・オリビエの2度目の妻としての印象を強く持たれていた。リーとオリビエは、多くの舞台作品で共演し、映画作品でも3度共演している。リーとオリビエの結婚生活は1940年から1960年まで続いたが、リーは徐々に双極性障害に悩まされるようになっていった。女優業を続けるのは難しいのではないかと言われ、女優としての仕事量の減少を経験した時期もあった。また、1940年代半ば頃からは、慢性の結核の発作に見舞われるようになり、最終的にはこの慢性結核が、リーの死因となった。1999年に、アメリカンフィルムインスティチュートが発表した、映画スターベスト100では、女優部門の16位に、リーが選ばれている。リーは1913年11月5日に、イギリス領インド帝国ダージリンのセントポールスクールの寄宿舎で生まれた。東インド会社が解散し、英国王室が支配するインドに10代で乗り込み、最初は駒使いから始め、株式ブローカーとして財産を作ることに成功した、新興成金の父親、アーネスト・ハートリーと母の代からインドに住まう。母親のガートルード・メアリー・フランセスとの間に生まれた一人娘でビビアン・メアリー・ハートリーと名付けられた。アーネストとガートルードは1912年にロンドンのケンジントンで結婚し、その後イギリス領インド帝国に駐留していた。母方の祖母メアリー役ジーはインドに生まれた英国人孤児で同じ孤児院で出会い、結婚したマイケル・ジョージ役ジーは英国人とインド人の間に生まれた、混血児のため、ビビアン・リーは、1/16である。1917年にアーネストは、バンガロールへの転属を命じられたが、妻ガートルードと幼いビビアンを、ウダカマンダラムに残したままの単身赴任だった。ビビアンは3歳の時に、母親が加入していた素人劇団の舞台に立ち、イギリス同様の、ちっちゃな羊飼いを歌っている。ガートルードはビビアンに文学の教養を身につけさせようとして、アンデルセン、ルイス・キャロル、ラドヤード・キップリングといった作家たちの子供向け文学作品だけでなく、ギリシア神話やインドの民間伝承なども読み聞かせていた。6歳の時にビビアンは母、ガートルードの意向でインドを離れて、それまで通っていたダージリンの学校から、ロンドン南西部アンズワースク・ローハンプトンにあった。カトリック女子修道院附属学校に転入した。この学校で知り合った友人に、後に女優となる2歳年上のモーリン・オサリバンがおり、ヴィヴィアンはオサリバンに立派な女優になりたいという夢を語っている。その後ヴィヴィアンは、父、アーネストのヨーロッパ旅行についていく形で、修道院附属学校を退校した。ヴィヴィアンは父に従って、ヨーロッパ各地の学校を転々とし、アーネストとヴィヴィアンがイギリスに戻ったのは1931年のことだった。そして、ロンドンのウェストエンドで上映されていた、すでに女優としてデビューしていた、オサリバンが出演していた映画を見たヴィヴィアンは、両親に女優になりたいという望みを告げた。ヴィヴィアンの願いを聞いたアーネストは、ヴィヴィアンをロンドンの王立演劇学校へと入学させた。ヴィヴィアンが13歳年上の法廷弁護士、ハーバート・リー・ホルマンと出会ったのは1931年のことである。ハーバートは役者を嫌っていたが、1932年12月20日に2人は結婚し、ヴィヴィアンは王立演劇学校を退学した。そして1933年10月12日に、ヴィヴィアンは一人娘スーザンを出産した。数十年後にスーザンは結婚し、リーの孫となる子供を3人出産している。ヴィヴィアンは友人たちの勧めで、1935年の映画作品、シングス・アー・ルッキング・アップに出演し、この作品の配役で女優としてデビューした。ヴィヴィアンが契約していた代理人のジョン・グリッドンは、ヴィヴィアン・ホルマンという名前が女優として、ふさわしくないと考えた。グリッドンが考えた、エイプリル・モーンという名前が気に入らなかったヴィヴィアンは、夫、ハーバートのミドルネームの、リーを、ラストネームに借用し、さらに自身のファーストネーム、ヴィヴィアンの綴りの A を E に変更して、ヴィヴィアン・リーという芸名を名乗ることを決めた。グリッドンはリーを映画女優として、映画監督、アレクサンダー・コルダに推薦したが、この時コルダはリーに将来性が欠けているとして、出演を断っている。1935年に、舞台作品、美徳の仮面に出演したリーは、高い評価を受け、複数のインタビューや新聞記事に取り上げられた。タブロイド紙、デイリーエクスプレスのインタビュー記事では、リーのことを素早くコロコロと変わる表情と表現している。この記事が後にリーの特徴となっていく気まぐれに最初に言及した公的なコメントだと言われている。後に警官詩人の称号を手にするイギリスの詩人、ジョン・ベチェマンは典型的なイングランドの少女であるとリーのことを言い表している。以前に自身が監督する映画作品へのリーの出演を断ったコルダも開幕初日にリーが出演する美徳の仮面を感激した。そしてコルダは過去の過ちを認めリーの映画出演契約書にサインした。美徳の仮面はヒットを続けコルダの計らいで規模の大きな劇場で上演されることとなった。しかしながら当時のリーの性質は大規模な劇場に適しているとは言えなかった。リーの演技は十分に観客を引きつけることができず、美徳の仮面は間もなく終演となってしまっている。1960年にリーはこの当時のことを回想している。デビュー間もない自分が批評家たちから高く評価され、突然有名になったことに戸惑っており、私が優れた女優だなどと無責任なことを言う、批評家もいました。なんと無責任で不道徳とも言える発言でしょう。当時の私にとってそういった言葉がどれだけ重荷で、負担になったことか、耐えられませんでした。このような最初の評価になんとか応えられるようになるまで、何年もかかったのです。本当に馬鹿げた話です。今でもその時の批評家を、はっきりと覚えていますし、生涯許すことはないでしょうと語っている。1948年に行われたオーストラリア公演でブリスベンの空港へ降り立つリーとオリビエ。美徳の仮面でリーを見たイギリスの俳優ローレンス・オリビエはリーの演技を称賛し、それから二人の交友が始まった。オリビエとリーは初めての共演となる1937年の映画、無敵艦隊で恋人同士を演じた。当時のリーは、ハーバートと結婚しており、オリビエも女優ジル・エズモンドと結婚していたが、オリビエとリーは不倫関係に陥っていった。この当時のリーは、マーガレット・ミッチェルの小説、風と共に去りぬを読んでおり、この小説の映画化を企画していたプロデューサーのデビッド・オーセルズニックに、アメリカの代理人を通じて、面会を求めている。リーはマスコミに、スカーレット・オハラを演じたいと公言していた。イギリスの新聞、オブザーバーの映画評論家、キャロライン・アリス・レジュネは、当時リーが、レッド・バトラーを演じないでしょうけれど、私は、スカーレット・オハラを演じることになるわ。見ていてくださいなと言い放ったことに、皆が愕然としたと振り返っている。1937年にリーとオリビエは、デンマークのヘルシンゲルで上演される、ハムレットで共演した。ロンドンのオールドビッグシアターが企画した、このシェイクスピア原作の舞台劇でリーはオフィーリアを演じた。後にオリビエはこの時の上演で、舞台に登場する前のリーが、気まぐれで起こした事件を回想している。何も起こらせるようなことをしていないにもかかわらず、リーがオリビエに向かって怒鳴り出し、突然黙り込んだと思ったら、虚空を見つめ出したことがあった。しかしながらリーは、翌日には何も覚えておらず、いつも通りに何事もなく、舞台を務め上げたという。オリビエにとって、この出来事が、リーの突拍子もない言動を目にした。最初の経験となった。リーとオリビエは同棲を始めたが、どちらの配偶者も離婚を拒否した。当時の道徳的見地からの非難を恐れて、映画会社は二人の関係を大衆には隠し通そうとした。私生活では問題をはらんでいたリーだったが、女優としては1938年の映画、響け外科に出演し、ロバート・テイラー、ライオネル・バリモア、モーリン・オサリバンと共演している。この、響け外科は、リーの出演作品としては、最初にアメリカで注目を集めた映画となった。この作品の撮影中にリーは、扱いが難しく理不尽だと囁かれるようになった。コルダは、リーの代理人に対し、リーの言動が改まらないのであれば、契約を更新しないと警告している。予定されていた、リーの次回作は、コルダと親交があったチャールズ・ロートンが制作と主演を担当する1938年の映画セント・マーティンの憧憬のヒロインであるリビー役だった。風と共に去りぬ。相手役のレッド・バトラーはクラーク・ゲーブルが演じた。1930年代終わり頃のハリウッドはデビッド・オーセルズニックが制作を決定していた映画風と共に去りぬの主役スカーレット・オハラを演じる女優候補を広く募集していた。リーのアメリカ側での代理人はセルズニックのアニマイロンが経営する代理店のロンドン支社だった。1938年2月にリーは自身がスカーレット役に選ばれる可能性があるかどうかをセルズニックに打診している。セルズニックはリーが出演した無敵艦隊と響け外科を同月に確認し、リーがスカーレット役にふさわしいかもしれないと考えたが、あまりにイギリス的だったと感じたため、リーにはスカーレット役は無理だろうと判断した。しかしながらリーは、当時アメリカで映画撮影を行っていたオリビエを頼って、ロサンゼルスへと向かい、自分こそがスカーレットだということをセルズニックに納得させようとした。リーと面会した。セルズニックの兄で、オリビエの代理人も務めていたマイロン・セルズニックは、弟が、スカーレット役の女優に求めている資質をリーが持っているのではないかという印象を受けた。ハリウッドに伝わる伝説に、スカーレット役不在のままアトランタ炎上シーンを撮影していた現場に、マイロンがリーとオリビエを連れて行き、セルズニックにリーを紹介して、よう天才。お前のスカーレットに合わせてやるぜと嘘吹いたというものがある。いずれにせよ、セルズニックはスクリーンテストを行い、リーがカメラの前で台本を読んでみせた。リーに満足したセルズニックは妻に宛てて、彼女がスカーレット役の大穴だ。見た目も、全く申し分ない。まだ誰にも言ってない、お前だけだ。ポーレット、ゴダード、ジーン・アーサー、ジョーン・ベネット、そしてビビアン・リーに絞られたという手紙を書いている。風と共に去りぬの監督を当初任されていた、ジョージ・キューカーも、スカーレット役に、リーを抜擢することに賛同し、リーのことを、信じられないくらいに野生的だと評価した。そして、リーがスカーレットを演じることが正式に決定された。風と共に去りぬの撮影現場はリーにとって辛いものだった。監督のキューカーが更迭されて、代わりに、ビクター・フレミングが監督となったが、リーは、フレミングとしょっちゅう仲違いを起こしていた。リーとメラニー・ハミルトン役を演じるオリビア・デ・ハビランドは夜に、こっそりと前監督のキューカーと会っており、毎週末には、キューカーから演技指導も受けていた。リーは、レッドバトラー役のクラーク・ゲーブルとその妻の女優、キャロル・ロンバード、デ・ハビランドと仲良くなっていったが、スカーレットが、感情的になるシーンが多かったアシュレイ・ウィルクス役のレスリー・ハワードとは撮影現場でも実際に激しく衝突していた。週7日間拘束されることもあった上に撮影が夜中までかかることも珍しくなく、このような状況下でリーは疲労を重ねていった。リーはオリビエが恋しくなり、ニューヨークで仕事をしていたオリビエに長距離電話をかけて、あなた、もう演技にはうんざり。もういや、二度と映画になんか出たくない。と愚痴をこぼしている。2006年に出版された、オリビエの伝記で、風と共に去りぬ撮影中のリーの壮病じみた、言動への苦情に対して、オリビア・デ・ハビランドがリーを弁護していたという記述がある。ビビアンは、非の打ちどころがないプロフェッショナルで、風と共に去りぬでは、完全に、自己管理ができていました。ただし、あの時の彼女には二つの大きな悩みがあったのです。一つは極めて難しい役を完璧に演じなければならないこと。そしてもう一つは、ニューヨークにいたラリーと離れ離れになっていたことですと、デ・ハビランドは語っている。風と共に去りぬは公開直後から注目され、主役のスカーレットを演じたリーは絶賛された。しかしながらリーは、私は映画スターではなく女優です。映画スター、そう映画スターなどというのは嘘だらけの暮らしでしょう。偽りの価値観と虚栄のための生き方です。女優は人生すべてを費やすに値する仕事であり、いつだって素晴らしく重要な役割なのですと語っている。風と共に去りぬは作品賞をはじめ10部門でアカデミー賞を受賞し、リーも主演女優賞を受賞した。さらにリーは、ニューヨーク映画批評家協会賞の主演女優賞も受賞している。哀愁で、踊り子、マイラルスター役を演じたリー。1940年2月になって、オリビエの妻、ジル・エズモンドとリーの夫ホルマンはどちらも離婚に合意した。ただし、両人ともにリーとの深い交友関係はその後も生涯続いている。オリビエの息子タルキンの親権は、母親のエズモンドが、リーの娘スーザンの親権は、父親のホルマンがそれぞれ得ている。1940年8月31日にオリビエとリーは、カリフォルニア州サンタバーバラの高級ホテルである、サンイシドロランチで結婚した。結婚式には、立会人として、女優キャサリン・ヘプバーンと劇作家、ガーソン・ケニンの二人しか招かれていない。結婚したリーは、オリビエとの共演を望み、オリビエが主役の一人を演じることになっていた、アルフレッド・ヒッチコックの監督作品、レベッカのスクリーンテストを受けた。しかしながら、スクリーンテストを確認したプロデューサーのセルズニックは、彼女には、誠実さ、若々しさ、純真さが欠けていると感じると判断し、監督ヒッチコックやリーの恩師ジョージ・キューカーも、この判断を支持した。セルズニックは、オリビエの出演が決まるまでリーが、レベッカに興味を示していなかったと考えており、主役の、私には、ジョーン・フォンテインを選んだ。さらにセルズニックは、リーがオリビエとの共演を望んだ、高慢と偏見でも、リーではなく、グリア・ガースンを起用した。また、1940年の映画、哀愁は、リーとオリビエの共演が予定されていたが、セルズニックはオリビエを外して、メトロゴールドウィン・メイヤーの看板スターで、当時人気絶頂だった、ロバート・テイラーを起用している。この映画にかけられた、莫大な宣伝費用は主役を演じた、リーのハリウッドでの地位を示すもので、哀愁は、観客からも批評家たちからも、高評価を得た。結婚後、映画での共演はなかなか果たせなかったリーとオリビエだが、舞台では、ブロードウェイで1940年5月に上演されたロミオとジュリエットで共演している。しかしながらこの作品に対する評価は散々なものだった。ニューヨークプレス紙は、リーとオリビエの関係が不倫から始まったことを指摘し、母国イギリスが第二次世界大戦を戦っている最中であるにもかかわらず、二人がイギリスに戻って戦争に協力しないことに対する道徳心の欠如を疑問視する記事を掲載している。ニューヨークタイムズの映画評論家、ブルックス・アトキンソンは、リーとオリビエの容姿は端麗かもしれないが、演技は全くなっていないと批判している。二人に対する非難は、ほとんどが、オリビエの演技や演出に対するものだったが、バーナード・グラバニーのように、リーの発声は薄っぺらく、店の売り子並みの質しかないとリーを酷評する、批評家もいた。二人はこの舞台に、ほとんど全財産をつぎ込んだために、破産寸前となってしまったとも言われている。1941年の映画、美女ありきで、オリビエは、イギリス海軍提督ホレーショ・ネルソン役、リーはその愛人エマ・ハミルトン役として共演した。当時のアメリカは、未だ第二次世界大戦には参戦しておらず、この美女ありきは当時ドイツに対して苦戦を続けていたイギリスに対するアメリカの大衆の関心を引く目的で制作されたハリウッド映画の一つだった。美女ありきはアメリカでヒットし、ソビエト連邦でも、非常に大きな成功を収めた。当時のイギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、美女ありきの上映会を企画し、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトら厳選した招待客に向かって、皆さん、この映画を楽しんでいただけることと思います。この映画は、現在あなたたちが直面している大きな出来事と、とてもよく似ていますから、とスピーチしている。チャーチルは、オリビエのことを気に入っており、生涯を通じて夕食に招待したり、行事への参加を依頼したりする間柄だった。チャーチルは、リーのことも、本当に彼女は、素晴らしいと評していた。その後オリビエはイギリスに戻り、リーは単独で1943年に、北アフリカのイギリス軍を慰問した。北アフリカ各地を回ったが、その後しばらくしてから咳と発熱のために慰問の中断を余儀なくされている。1944年にリーは、左肺が結核に罹患していると診断され、数週間の入院生活を送った。シーザーとクレオパトラの撮影中に妊娠していることが判明したが、この時リーは流産してしまった。流産にひどく落ち込んだリーは、自身が泣き疲れ果てて、床に崩れ落ちるまで、オリビエに怒鳴り散らし、殴りかかった。これが、その後リーが長く苦しむことになる双極性障害の最初の大きな発作となった。リーは、非常に深く落ち込んだかと思うと、数日間は、異常なまでに活動的になった。落ち込んでいる時のことは何も覚えておらず、リーは、そんな自分にひどい困惑を感じていたと言われている。オーストラリア滞在中のリーとオリビエ。1948年6月。1946年には演技ができるまでにリーの病状が回復した。劇作家、ソーントン・ワイルダー原作の戯曲、危機一発は好評だったが、この前後の時期にリーが出演したシーザーとクレオパトラとアンナ・カレニナは大きな成功を収めたとは言えない。1947年にオリビエがナイト爵を受け、バッキンガム宮殿で開催された叙任式にはリーとオリビエの二人で出席した。リーもナイト爵執人としてレディの称号を許された。後に二人は離婚しているが慣例に従ってリーにレディの称号は残されており、リーは公式の場では、ヴィヴィアン・レディ・オリビエとして知られるようになっている。1948年頃にはオリビエが、オールドビッグシアターの重役の一人となり、劇場の運営資金を得るためにオーストラリアとニュージーランド各地で6ヶ月間にわたる巡業を開始した。オリビエは、シェイクスピアの戯曲、リチャード3世で主役を演じたほか、リチャード・ブリンズリー・シェリダンの戯曲、悪口学校や、危機一発では、リーと共演で舞台を務めている。この巡業は、非常に大きな成功を収めた。巡業中のリーは、不眠症に悩まされており、体調が悪かった時には1週間代役が立てられたこともあったが、自身に任せられた役割は、なんとかこなしていた。オリビエは、リーの、マスコミを魅了する能力に賛辞を寄せている。ただし、この巡業に参加した団員たちが、当時のことを振り返り、リーとオリビエの間には何度かいさかいがあり、ニュージーランドのクライストチャーチでの上演で、リーが舞台に上がることを拒否した事件が特に印象的だったと語っている。この時オリビエは、リーの顔を平手打ちし、リーもオリビエに平手打ちを返した。そして最終的にリーがステージに上がる直前までオリビエに毒舌を浴びせ続けた。巡業の終わり頃には両者ともに消耗しきっており体調を崩していた。オリビエはマスコミに対して知らないかもしれないけれど今あなたは歩く死人二人に話しかけているんだよと語りかけている。後にオリビエはオーストラリアでヴィヴィアンを失ったとコメントしている。オーストラリアとニュージーランドでの巡業公演の大成功に気を良くしたオリビエは、ロンドンのウエストエンドにおけるリーとの初の舞台共演を行った。この時の演目は、今まで共演した作品の他に古代ギリシアの悲劇作家、ソフォクレスのアンティゴネーも上演されている。これはリーが悲劇を演じたいと希望したためでもあった。欲望という名の電車の宣伝フィルム。リーは主役のブランチ・デュボアを演じた。リーはテネシー・ウィリアムズが書き、ウエストエンドで上演されることになっていた、戯曲、欲望という名の電車の主役ブランチ・デュボア役を欲した。原作者のウィリアムズと舞台プロデューサーのアイリーン・メイアーセルズ・ニックは、リーが出演した舞台、悪口学校とアンティゴネーを見て、リーをブランチ・デュボア役に起用することを決めた。さらにオリビエも舞台監督として欲望という名の電車に参加することが決まった。両辱シーンがあり、さらに乱交、同性愛への言及といった刺激的な内容を持つ、この作品は大きな論争の的となり、マスコミもこの役を演じることが、リーの精神状態を悪化させるのではないかと懸念していた。しかしながらリーはこのブランチ・デュボアは、自身のキャリアにおいて非常に重要な役どころとなると固く信じていた。ウエストエンドでの舞台劇、欲望という名の電車は1949年に開幕した。劇作家 J.B. プリーストリーはこの作品自体とリーの演技を激しく非難している。また、以前からリーの舞台を酷評することが多かった演劇評論家、ケネス・タイナンもリーはひどいミスキャストであり、その理由として、このような感情を舞台で表現するには、イギリス人俳優は上品に過ぎるとコメントしている。オリビエとリーは、この作品が公職で、戦場的な舞台になるに違いないと考えた観客が大量に詰めかけ、その結果として、興行収入が上がったことについて、遺憾の意を示している。しかしながらこの作品には熱心な支持者も多く、ノエル・カワードは、リーのことを最高だと評している。ウエストエンドでの舞台、欲望という名の電車は326回に及ぶ、公演を重ねて幕を閉じ、その後すぐに映画化が決まった、欲望という名の電車へのリーの出演が決まった。リーの傲岸さと、時に下品なユーモアセンスを気に入った共演者の、マーロン・ブランドとの仲は良好だったが、リーのことを一流の女優だとは認めていなかった監督のエリア・カザンとの関係はギクシャクしていた。後に彼女の才能は微々たるものだったとコメントしたこともあるカザンだったが、撮影が進むにつれてリーが、自身が知る、どの女優よりも優れた演技を見せると固く心に決めた。彼女はもし演技に必要であれば、砕けたガラスの上に這いつくばる覚悟だったと、大いなる称賛を与えている。それでもリーはこの映画のブランチ・デューボア役を演じることに、疲れ果てており、ロサンゼルス・タイムズ紙に、私は、劇場で9ヶ月間ブランチ・デューボアを演じていました。それが今では、彼女が私を牛耳っていますと語っている。この作品の撮影中はオリビエも、リーと共に、ハリウッドに滞在しており、ウィリアム・ワイラー監督作品、黄昏に出演し、ジェニファー・ジョーンズと共演している。映画版、欲望という名の電車は高く評価され、リーは2度目となるアカデミー主演女優賞と、英国アカデミー最優秀英国女優賞、ニューヨーク映画批評家協会主演女優賞を受賞した。原作者テネシー・ウィリアムスはリーが、ブランチ・デューボアに、私が意図したあらゆるもの、そして、私が夢にも思わなかった多くのものを、もたらしてくれたと感謝を表しているが、後年にリーは、ブランチ・デューボアを演じたことは、倒れそうで、気が狂わんばかりだったと振り返っている。1951年にリーとオリビエは、シェイクスピアの戯曲、アントニーとクレオパトラとバーナード・ショーの戯曲、シーザーとクレオパトラで共演し、リーは、どちらの作品でも、クレオパトラを演じた。日替わりで上演された、両作品は、好評を博した。リーとオリビエはこれらの舞台を、ニューヨークでも上演することを決め、1952年のシーズンに、ブロードウェイのジークフェルドシアターで開幕した。ニューヨークでの公演も概ね好評だったが、評論家、ケネス・タイナンは、リーが、二流の才能をしか持っていないせいで、オリビエの才能まで貶められてしまっていると激しく、非難した。タイナンの痛烈な批判は、リーの精神状態に大きな傷を与えた。リーは、失敗に怯え、素晴らしい演技をすることだけに窮々となってしまった。リーは、タイナンの批判のみを思い悩み、他の批評家からの好意的な評価は、頭から消え去っていた。1953年1月にリーは、ピーター・フィンチと共演する、巨像の道の撮影のために、セイロンを訪れた。しかしながら、撮影開始後間もなくしてリーが神経症の発作を起こしたために、制作会社のパラマウント映画はリーを降板させ、代役にエリザベス・テイラーを起用した。オリビエは、イギリスの自宅にリーを連れ戻したが、リーの精神状態は混乱しており、オリビエに向かって、フィンチが好きになった、肉体関係を持ってしまったと繰り返した。その後、リーの状態は、数ヶ月をかけて徐々にではあるが安定していったとはいえ、巨像の道の交番をめぐる一連の騒動のために、オリビエの友人たちが、リーが問題を抱えていることを知った。デビッド・ニーブンはリーが、本当に完全に狂っていたと語り、ノエル・カワードは、日記に、事態は最悪だ。1948年あたりからどんどんおかしくなって、いったと驚きをもって記している。リーとフィンチの不倫は1948年に始まり、波はあったが数年間関係が続いていた。そして、リーの精神状態の悪化によって、自然消滅していた。ロサンゼルスの空港で映画監督、ジョージ・キューカーに出迎えられたリーとオリビエ。1957年2月撮影。1953年には、リーの精神状態は安定し、舞台作品、眠りの森の王子でオリビエと共演した。1955年のシーズンには二人で、ストラットフォード=アポン=エイボンで、シェイクスピアの戯曲、ジュニア、マクベス。タイタス・アンドロニカスに出演している。どの公演も満員になり高い評価を得て、リーの精神状態も安定しているように見えていた。ジュニアの舞台監督ジョン・ギール・グッドは、当時、多分、私はこの舞台を成功させることができるのだろう。彼が可愛い奥方彼女は彼よりも聡明だが、生まれながらの女優というわけではないマイナスの小心さと、精神の安定に気を配ってくれるのであればだが、彼はあまりに自信満々だが、彼女は何事に対しても全く自信が持てていない。演技が過剰でないかどうかを恐れ、行き過ぎたとも言える準備なしには何もできないと思い込んでいると記している。リーは1955年にアナトール・リトバクが監督する映画作品愛情は深い海のごとくに出演した。この作品の共演者、ケネス・モアは撮影の真中リーとの相性の悪さを感じていた。1956年にリーはノエル・ハワードの戯曲、サウス・シー・バブルの主役を演じる予定だったが、妊娠していることが判明して、役を降板した。折しもオリビエが、王子と、踊り子で共演するマリリン・モンローを、ロンドンのヒースロー空港で夫婦揃って出迎えた際に、発表されたため、リーの虚言ではないかと一部で囁かれた。リーは、身重の体で、スタジオに顔を見せていたが、数週間後に流産し、数ヶ月にわたる、うつきに入ってしまった。リーは、ヨーロッパ各地で、タイタス・アンドロニカスを、巡業上演するオリビエと合流したが、この巡業は、オリビエや一座の団員に対する、リーの絶え間ない暴言のために悲惨なものとなった。一座は、ロンドンへと戻り、未だに、リーに、大きな影響力を持っていた、ゼンプホルマンが、リーが落ち着くまでオリビエに協力して、面倒を見た。1958年には、リーとオリビエの結婚生活は破綻していた。リーは、自身の精神状態を理解していた俳優、ジョン・メリベールと関係を持つようになり、メリベールも、リーの面倒を見ていくことをオリビエに約束した。1959年にリーは、ノエル・カワードの喜劇、ルック・アフター・ルルに出演し、高く評価された。タイムズ紙はリーを美しく心よいまでに無愛想だ。彼女はどの場面でも女王のように舞台を支配していたと評している。1960年にリーとオリビエは正式に離婚した。その後間もなくオリビエは20歳以上年下の女優ジョーン・プローライトと3度目の結婚をしている。オリビエの伝記作家はオリビエがリーの病気のために何年も精神的に追い詰められていたとしている。いつも彼女は、躁鬱という不気味で恐ろしい怪物を飼っており、極めて危険で張り詰めた精神状態を繰り返していた。彼女は独特の抜け目のなさを備えていて、ほとんどの人間に対しては自分の精神状態をうまく隠していた。だけど、私に対しては別だった。私が彼女に辛く当たることは考えてもいなかっただろうから。1958年にロンドンで撮影されたリー。メリー・ベールはリーの精神状態に好影響を与えることができ、リーも安らいだ暮らしを送っていたが、アメリカのジャーナリストのラディ・ハリスにラリーと一緒にいた時間はあっという間でしたけれど、彼のいない今の暮らしはなんと長く感じることでしょうと漏らしている。リーの最初の夫であるホルマンもかなりの時間をリーのために費やしていた。メリー・ベールは1961年7月から1962年5月にかけてオーストラリア、ニュージーランド、中南米を回るリーの巡業に同行している。相手役、オリビエのいない舞台だったが、この巡業は高評価を得てリーを安心させた。相変わらずうつの発作に悩まされていたとはいえリーは舞台活動を続け、1963年にはブロードウェイシアターで上演されたミュージカル、トバリッチでジャンピエール・オーモンらと共演し、トニー賞のミュージカル主演女優賞を受賞した。映画作品では、1961年のローマの哀愁、1965年の愚か者の船に出演している。リーは1967年5月にマイケル・レッドグレーブと共演するエドワード・オールビーの戯曲デリケートバランスのために舞台稽古を開始したが結核が再発してしまった。リーは数週間の休養をとって回復したかのように見えた。1967年7月7日の夜にメリー・ベールは舞台に出演するためにリーを残して自宅を出て公演を終えたメリベールが帰宅した深夜にはすでにリーは寝室で眠りについていた。そして、およそ30分後に寝室に入ったメリベールが、床に崩れ落ちて死亡しているリーを発見した。リーはおそらくトイレに行こうとして、ベッドから起き上がった時に死亡したとみられ、その肺には大量の血が溜まっていた。メリベールは、前立腺がんの治療で近くの病院に入院していた、オリビエに連絡を取った。すぐさま、リーとメリベールの自宅へと向かったオリビエは、リーをベッドに横たえようとしているメリベールの姿を見た、時に、その自叙伝で、この上なく悲痛な気持ちになったと記している。フリビエは、その場に立ち尽くし、かつて、私たちの間で起こってしまった数々のいさかいごとに、対して、許しを請うた。リーの公式死亡記録には7月8日と、記載されているが、7月7日を死亡日としている資料も、ある。リーは、ロンドンのゴルダーズグリーンで、ダビに付され、その遺体は、リーの希望で、イングランド南東部にあたるイーストサセックスのブラックボーイズ近くにあるティッカレジミル湖に撒かれた。そして追悼式が、ロンドンのセントマーティン=ザ=フィールズ教会で挙行され、リーに捧げる追悼文を名優ジョン・ギール・グッドが読み上げている。アメリカでも南カリフォルニア大学がリーを南カリフォルニア大学図書館の擁護者の最初の女優として検証し、出演した映画から集めたリーのフィルムを上映する追悼式を開いた。この追悼式にはジョージ・Q・カーラ、生前のリーとつながりのあった人々から言葉が寄せられた。風と共に去りぬではスカーレット・オハラを演じた。リーは、当時最も容貌が美しい女優の一人だとみなされており、監督たちはリーの美しさを強調するような作品を撮った。その美しさが逆に真剣な演技の妨げになるのではないかと尋ねられたリーは、そのようなことは全くの筋違いであって、あなたは演技がどういうものかおそらくわかっていないのでしょう。私は演技を真剣に考えています。もし自分とは似ても似つかない役を演じることになって、その役柄にふさわしい容貌になりたいと望むことでも、あれば、美貌が不利な条件となることがあるかもしれませんと、答えている。映画監督のジョージ・キューカーは、完璧な女優。美しさが邪魔をしているくらい、トリーを表し、ローレンス・オリビエは、彼女を女優として正当に評価すべきだ。彼女が持つあまりの美しさのせいで批評家たちの判断はすっかり歪められてしまっていると批評家たちに苦言を呈している。劇作家ガーソン・ケニンも同様の考えを持っており、リーのことをあまりに美しく魅力的な女性は女優として圧倒的な成果を上げたとしても目立たなくなってしまう。とてつもない美貌を持つ女優が役者として大成することは滅多にない。美しい女優はそれだけで売り物になるからだ。だがビビアンは違う。意欲があって、不屈の精神を持ち、真剣に演技に取り組んでいる。見事なまでに、素晴らしいと表現している。リーは、できる限り様々な役を演じたいと考えており、自身の能力に対する不安感を払いのけるために、様々な研鑽を積んでいた。リーは、演劇の中で喜劇が最も難しいと信じていた。それはリーが喜劇には極めて正確なタイミングでの演技とコメディにふさわしい大げさなセリフ回しが要求されると考えていたためだった。リーのキャリア後期ではノエル・カワードの喜劇からシェイクスピアの悲劇まで幅広い役柄を演じきっている。リーは人を笑わせるよりも泣かせることの方がはるかに簡単と考えていた。リーはそのキャリア初期から母国イギリスでは高く評価されていたが、世界的に見ると、風と共に去りぬの大ヒットまではほぼ無名の女優だった。1939年12月にニューヨークタイムズが、リーが演じるスカーレットの不条理な言動が、間接的にリーの演技力を見せつけたと言える。彼女はまさにこの役を演じるために生まれてきた。女優であり、他の女優がこの役を演じることなど想像もできない、という記事を掲載している。リーの人気は高くなっていき、スカーレットに扮したリーの写真がタイムズの表紙を飾っている。映画批評家、アンドリュー・サリスは、1969年に、風と共に去りぬのセイコ・ワリーを、スカーレット役に抜擢するという、素晴らしい配役によるところが大きいとしており、1998年にも、彼女は、我々の心の中に生き続けている。動かない存在としてではなく、生き生きとして活力に満ちた女優として、我々の記憶に残っていると記している。アメリカの映画批評家、レオナルド・マーティンは1998年に、風と共に去りぬは、映画史上最も素晴らしい作品の一つであり、リーが、この上ない演技でスカーレットを演じたと評している。リーが舞台版の欲望という名の電車で見せた演技は、イギリスの作家フィリス・ハートノールが、これまでのリーの演技の中でも、女優としての最も優れた力量を見せつけたとし、リーがイギリスの劇場に最もふさわしい女優の一人であったことが、長きにわたって語り継がれるだろうと評価している。アメリカの映画批評家、ポーリン・ケールは、リーが舞台版に続いて主役を演じた映画版の欲望という名の電車でのリーとマーロン・ブランドの演技を、これまで上映された映画の中で最も素晴らしいとし、リーについて、心の底からの恐怖心と哀れみをかき立てる、稀に見る演技だったとしている。ケネス・タイナンは、1955年の舞台作品、タイタス・アンドロニカスでオリビエ演じる、タイタス・アンドロニカスの娘やクラビニアを演じた、リーの演技を酷評し、夫を殺されてその死体の上で凌辱されると、知らされた時のラビニアの表情は、発泡ゴムの上にしてくれないかしらと軽く、苛立っているようなものだとコメントした。タイナンは1955年の舞台作品、マクベスで、マクベス夫人役を演じた、リーの役に対する解釈を、否定的に評価した、批評家の一人で、リーの演技が貧弱であり、レディ・マクベス役に必要な劇場に欠けていると評した。しかしながらタイナンは、リーの死後に、批評家としてのキャリア初期の自分の批評があまりにもひどい間違いだったと前言を撤回している。タイナンは、リーのマクベス夫人役に対する解釈がマクベスを魅了する性的魅力に溢れたもので、それまで演じられていた傲慢で気性の激しいマクベス夫人よりも、より説得力を感じさせられると考えるようになっていった。リーの死後間もなくしてから、演劇批評家たちを対象とした調査が行われ、複数の批評家が、リーのマクベス夫人の演技を、舞台で成し遂げられた、最も優れた演技だったと称している。リーが死去して2年後の1969年に、俳優たちの教会として知られる、ロンドンのコベントガーデン広場にあるセントポール教会に、リーを記念する、飾り額が設置された。1985年に、リーの切手が、アルフレッド・ヒッチコック、チャーリー・チャップリン、ピーター・セラーズ、デビッド・ニーブンと共に、イギリス映画年の記念切手として発行された。また、2013年4月にも、リーの生誕100周年のイギリスの記念切手が発行されている。王族以外の人物が、イギリスの切手の図案に複数回採用されるのは、稀なことだった。1999年に、ロンドンの大英図書館が、ローレンス・オリビエが暮らしていた邸宅から紙の資料を買い取った。ローレンス・オリビエ文書として知られる、このコレクションには、リーがオリビエに送った大量の手紙など、リーに関する記録も多く含まれている。また、リーの手紙、写真、契約書、日記などを、リーの娘であるスーザン・ファーリントンが保管している。1994年に、オーストラリア国立図書館が L&VO というイニシャルが入った写真アルバムを購入した。このアルバムはオリビエとリーの夫妻が所有していたと考えられており、1948年にオーストラリアを巡業した時の二人の写真573枚が収められていた。後にこのアルバムはオーストラリアの演劇の歴史的資料の一つとして扱われるようになった。2013年に、ビビアン・リーの書簡、日記、写真、解説が付けられた、映画、舞台台本、そして生涯に獲得した多くの商品などの一大コレクションをロンドンのビクトリア&アルバート博物館が購入している。ありがとうございます。